You're listening to Shibuya Cross FM. みなさまこんばんは。毎週水曜、はい。なんかちょっと出花をくじかれてしまったんですけれども、もう一度言ってみましょう。皆さんこんばんは。こんばんは。国際ビジネス大学校渋谷オープン、キャンパス。いいじゃない、いいじゃない、いいじゃない。揃ってたね、揃ってたね。練習もせずに大成功でしたね。はい、今宵もですね、国際ビジネス大学校ということで渋谷からお届けいたしますが、渋谷ね、雨降ってきました ね、ちょっとね、予報通りですね。天気予報と当たりますね。当たりますね、本当にすごいでございますけれども、はい、いよいよね、もう8月も終わりまして、はい、9月の第1日目、はい、早いね、早いね、早いね、あと今年も4ヶ月。もうどうする、もうどうしようどうしようみたいなね。はい、ぜひですね、これから秋にね向かっていきますので、秋の夜長、ぜひお勉強していただきたいと思いますが、この国際ビジネス大学校について、ね、少しご紹介させていただきます。はい、このビジネス大学校はいつの時代でも重要なことは自分の人生をデザインするということで、この力を身につける、自立して生きていく力を養うことを目指すイノベーションスクールということで、ここにいらっしゃる元高校生社長の龍馬社長も、このね大学校でお勉強した仲間の一人ですね。はい、第一期生としてね、はい、素晴らしいということで、はい、ぜひですね、老若男女関係なく、これからの人生をどう生きるのか、そんなところをね皆さんが学んでいただくための学校となっております。で、今日、あら、あの理事長は今日は白いシャツですね。白合わせたんです。あ、そうですよね。あ、さっき違う色着てたなと思って。そうですね。ね、あの白で、ここはちゃんと、あの信号のように並んでおります。ちゃんと並んでるじゃない？赤青。ね。場所が変わるかも。素晴らしいですね。はい。それではですね、このランドセル、このタイガーマスクのランドセル基金ということで T シャツね、着ていただいておりますけれども、はい、こちらも、基金の一つとして、皆さんがご購入いただきますと、全額寄付ということになっておりまして、はい、このタイガーマスク運動ランドセル基金の事務局の花田悦子さんから、少しねこのランドセル基金についてご紹介お願いできますか。はい、ありがとうございます。はい、はい、このタイガーマスク運動ランドセル基金の活動としてはですね、私たちはランドセルを届けることによって、うん、世界の子どもたちに愛と勇気と希望を届け、世界平和を22世紀に送り届けますということをスローガンに掲げて、はい、ランドセルをプレゼントしております、うん、そうですね、そのね、ランドセルをプレゼントし続けてちょうど沖縄から帰ってきたという。そうなんです、はい、ねえ、さっきね、さっきこすっごい大きな、うん、あのスーツケースで、まあ、あれね、はい、あのランドセルが3つ入ります。え、本当に、あれに入るの。あれにね、3つも入るんです。そのために大きいやつを、あ、そうですか。、はい、あら、すごい。まあ、今回は、まあ、通常はね4月に入学するんですけど、うん、はい、ちょっと海外に行って、はい、海外から、まあ、9月に帰ってくるってことで、うん、まあ、遅くなったんですけど、うん、渡すっていうことで、まあ、実はね、あの前にですね、うん、水色のやつを持ってったんですけど、はい、男の子でちょっとやっぱりね、女の子っぽかったので、そのタイプがね、はい、ですからやっぱり黒の男らしいやつにしてほしいので、まあ、ちょっとチェンジしに。そうですか。なるほどね。あの基本的にはみんなの、あの希望をね、うん、叶えてあげるということでね。まあ、色をね聞いて、うん、まあ、ね、去年はね、女の子はピンクが多かったですね。可愛いですもん ね。私たちの時は赤しかなかったね。そう、赤しか黒しか。などこのいつの時代ですか。あら。あの、どうだったの、龍馬くんは。僕ランドセル背負ったことないんですよ。あ、もしかしてインターナショナルスクールだから。そうじゃあ何で持ってったの。リュックス。おー、リュック。僕が唯一、あの
背負ったその変わったカバンは、はい、クモン式のクモンの、あーなるほどなるほど、カバンが、うんうん、自分にとってのランドセルでした。そうか、なるほどね、そうだったんだ。いやなんかね、七夕を味わったことがないし、また言ってしまいますけれども、ね、やっぱりちょっとね、インターナショナルスクールにいたということでは、ちょっと日本独特の感じとまた違う体験をね、はい、されてるのね。だから小学校の時はランドセル背負ってるのを見ると、うん、なんかでも憧れましたけど。あーやっぱり、あーそう、あの僕たちの時代なんか端とか今もそうですね、結構デザインのなんか刺繍とかが、ああなるほど、かっこいいやつがあったんで、うん、ね、へ、今も結構すごいからね、刺繍とか。あそうですか、うん、でも今まあ、そういうブランド志向で高くなってるんですけど、うん、ランドセルも、うん、もうメーカーさんがいっぱい作ってきて、うん、ですけど逆にエシカルのランドセルも出てきて、はい、今までちょっと使ってなんか今まで余ってて捨てた革のところを綺麗にしっかりですね、うん、はい、つなぎ合わせながらやるので、かなり値段も少しずつ下がってきて、だからエシカルの方でもいい子がいたら、うん、結構安い値段で届けれるんですけど、まあ、でもあんまりそういう選ぶ子はいないかもしれないですけど、うん、なるほどね、そういう時代ですね今。なるほどね、ちょっとだいぶ半額近くに多分なると思うんですね、うん、なるほどね、そうかそうか、まあね、ご希望通りとなるとなかなかそうもいかないですね。そうですね、やっぱり ね、うん、ね、ただ皆さんご存知でしょうか、このランドセル基金のランドセルは、新品のものを子どもたちにお渡しして、うん、6年間使った後に一度回収させていただいてね、はい、修理をして綺麗にしたものをまた海外の子どもたちにお届けしているというね、これもすごいですよね。これはね本当喜びますね、海外の子どもたちはね、海外までも理事長は届けに行くんですか。ちょっと最初は持ってって、あ本当に行ってきて、で今はもう本当に大きなメーカーさん、革の、ね、メーカーさんたちにも協力してもらわないと、はい、数が大変なので、へ、もう自分で、ね、持っていっても限界がありますから、はい、まあ、沖縄ぐらいだったらね、そうですね、なんとか持っていけますけど、ちょっとねそれ以上遠くだと、はい、もう本当に昔はね大きな船で行ってましたけど、今はまあ飛行機でね、はい、結構持ってってくれるので、まあ、時間的には早めにね、はい、渡せると思います。やっぱそれ喜ぶでしょうね、喜びますよね。そうか、今ちょっとまあアフガニスタンとかね、はい、ちょっと内戦もね、そうですね、なってますけども、うん、でも子供たちは唯一そのランドセルが、うん、自分の宝物で、うん、もう毎日もう離さずに持ってますね。そうですか、やっぱりそこまで使ってもらえるとなんかランドセルも喜びます ね、 うんね、嬉しいですよね。すごいわそれは、ね、いいですよね。なるほど、そうすると、はい、またこの期間がね今度、はい、次回の、ね、これが終わったらもう来年の4月に向けて、うん、これから渡していく時期なので、はい、まあ、今皆さんの方からもいろいろとね問い合わせいただいたりとかしてますから、うん、まあ、これをまあ、普通はね大体クリスマスシーズンから1月、はい、2月、3月と、ね、まあ、渡し切って4月には皆さんね、うん、ランドセルを背負って行ってもらおうとしてるんですけど、うん、まあ、このコロナ禍なんでちょっとね送らせてもらうことが多くなると思いますけど、そうですね、でもね今日は今回ラッキーでしたね、じゃあ今回はねお届けできてね、まあまあ、皆さん一緒じゃなくて、うん、まあ、個別だったので、うん、はい、うん、なるほど、ね、いいですね、はい、あれ画像はないね、はい、はい、大丈夫ですよ、はい、大丈夫です、後半にね、はい、また出したいと思います、はい、はい、OK です。じゃあまたランドセルもね楽しみにしつつ、はい、はい、そしてこの仲良しランドセル今かかってますけれど、はい、これを作った人は花ちゃんですちょっと恥ずかしいんですけど、いやいやいやね、もうついね、もうずっと聞いてるじゃない、覚えるつもりなくても思わずさっき口ずさんでたよね自分で歌っててなんかびっくりした。そうですね、うん、ついついね、ね、歌ってしまうような、そう意外にね、なんか残る歌だなって、うん、ほんとほんと思いましたね、うん、なんかこのやっぱりリズムもすごくいいんじゃない、うんうん、で、くずれたってね、本当にね覚えやすい、うんうん、いいね、ね、
あと、ね、曲とやっぱりあと歌ってらっしゃるマオリさんの声もいいんでしょうね、はい、いいね本当ね優しい感じのねあのほら子供たちもねこう入るじゃないですか、はい、あの声もあちこちからいただいたんでしょそうで集めてもらって、ね、うーん声がね、うん、でなんかたまになんかおじさんの声が出てくるけどね最初お兄さんに間違ったごめんなさいあお兄さんだったね、中吉先生でしたね私自身がね、ね一応ね頑張って吹き込んだそうそうそうでこのね、曲も購入することができるんですよねそうなんですよ、はいうんはい、これどこで購入できるんでしたでしょうかですね、まあ、ホームページを峰津大学校のホームページを見ていただければ、うん、そのサイトがあるのであそこでもうポチっていけるのかな、はいはいはいうん、普通にもうアマゾンでもどんどんのサイトで、はいもう仲良しランドセルってやってもらったグーグル先生したらねそれでポチッと電子で、はい、買えますからねすごいですね安いですよレコードの時代じゃないですよジジジジジジジとか言ってカセットじゃないですよCD も今最近 ねあんまり使わない時代ですから、ねうん、だって CD も聞けないよね今のパソコンついてないもんねそうなんですよついてないからね、うん、別売りで買わないと難しいです、はい、ね逆にこの10代とかはもう持ってないそうですよ、はい、そういう聞く機会を、うん、必要ないもん ね、はい、持ってないですね、ねうん、CD プレイヤーとかだったっすよね。そう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 、あったよね。ね、そういう時代ですよね。ねえ、そっか。はい、この仲良しランドセルも皆様がご購入いただきますと、はいそれをそのままランドセル基金に回し、はい、回させていただきますね、はい。はい、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。はい、それではですね、ここで仲良しランドセルをきちんと皆さんにお届けしましょうということで、はい、はいそれでは仲良しランドセルお願いいたします。
はい、今宵のファーストナンバーは仲良しランドセルをお届けいたしました。楽しい歌です ね。はい、ここで歌って踊っておりました、はい、さて、今日はですねゲストというね、形でお迎えはしておりませんので、実は今まであんまり聞いたことがない、まあ、ちょこっとちょこっと何してるっていうのね聞いてましたけど、こう事務局とその愉快な仲間たち、はいね、愉快な仲間たちは何をしてるのかなと、いつもニコニコしているだけなんではないかなと思われてるかもしれませんけども、はい、ちゃんとやることはやってるぞということで、ちょっとそのあたりをね、探らせていただきたいなと思っておりまして、はい、はい、まずトップバッターは事務局を仕切っている花ちゃんですね、はい、いやいやとか言って仕切ってるよね、はい、仕切ってるよ、いないと困っちゃうのよ。そうですね、うん、皆さんが見てないところでは多分厳しいかもしれないです、はい、事務局の中で、うんうん、はい、パソコンとかそういうのは一切できないんですけど、あら、そう、はい、知らなかった、私パソコンとかはいじらないです、逆にいじると、うん、いじるないじるなってみんなに言われるんですよ、パソコンが壊れるんですよ本当に、あとなんか余計なデータを消してしまったりとか、余計なじゃなくて必要なデータを消しちゃうってんですよねそうそうそう、私にとっては余計なのかもしれないんですけどそういったこともありまして、うん、もう一切いじりません。なるほど、はい、じゃあ何をしていらっしゃるんですかそうですね、結構先生方の、うん、チラシだったりとか、あ、そうね、あと授業のカリキュラムとか、うんうん、そういったことの打ち合わせとか、うん、先生としたりとか、であとそれを多分チラシをどういうふうに、デザインをするのかっていうのは、うん、ちょっと私が担当なので、あ、それはちょっと重大ですね重大ですか、重大 です。もうパソコンが使えないので、うん、白い紙にこんな感じ、うん、こんな感じって書いて、あ、そうだね、でそれをできる人に、うん、スタッフ他にあと2名いますので、はい、渡して、うん、で口頭でああでもないこうでもないって言って作ってもらってるって。なるほど、そうか、はい、いつもね花ちゃんが作ってるんですね、はい、そうですよ、もう理事長が作っとけって言って、いやいや僕はそんなに言いませんか、え、なんでそこ言わない、あら、ね、ほらみんながあれって言ってますけど、まあ、いろいろありますね大人の事情もね、そう、最終チェックはもう理事長なので、うん、なるほど、はい、でそのデザインも初めは一回投げてしまうんですよ、うん、私はスタッフさんに、はい、うんうんうん、でスタッフさんのセンスとかそういうのもあるので、うんうん、でその 色の配分とか、そうね、はい、デザインよりも色のそういうもので、うんうん、でそれ一旦なんかその人の個性があるので、うん、それはそれで受け止めるんですよ。なるほど。で理事長の方に確認取ってっていうと、うん、案の定やっぱり理事長の方から、うん、このとこの色の組み合わせおかしいんじゃないとか、だから結構こうこだわりがあります理事長の方も。なるほど。そうね。色ですよ。これなんかね、うん、こう。ここは赤が入ってるからちょっと赤にするとかね、はい、色にするとか、そういうもう本当に色具合、色具合ぐらいしか言わないです。なるほどね、それも面白いんですよ、もう本当スタッフさんの個性がすごく出るので、うん、なんかあんまりこうなんつうのちぐはぐな色がいっぱい出てくるとまたそれはそれで、うん、ちぐはぐな色これおかしくないみたいな。なるほどね、はい、でそうすると、うん、ちょっと花さんこれどこがあったら、うん、ちょっとバラバラだよねみんなみたいな感じで、うん、後からまた修正入れるっていう。一旦はスタッフさんの、ね、そうですね、はい、うんうん、個性は大事なので、大事大事、そうですね、はい、そうか、まあ2段階ぐらいでこう、はい、ダメ出しが出てくるということですね。大事ですね、そうそうそう、ね、いろいろ大事ですね、はい、大事です。そうか、あとはどうですか、まあ、多岐にわたってされてると思うんですけど、今はほらもうねリアルでいつものセミナーとかね、はい、なくなっちゃってるから、はい、その段取りとかはね、ない分、そうですね、その段取りはほとんど私です ね、うん、ね、タイムスケジュールとかそういうのも全部私の方でですよね。だから本当に本当に裏方で、裏方ですね、はい、なかなか見えないところのお仕事をされているということでね、はい、はい、縁の下の力持ちそうなるかな、うん、そうですね、はい、はい、縁の下の力持ちの花ちゃんでした、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします、ありがとうございます、はい、そしてぴょんと飛んで、はい、後ろにいらっしゃる及川先生ですね、はい、はい、及川先生というだけあって先生というね、教官ももちろん先生なんでやってますけども、はい、いつもニコニコしています、はい、
はい、及川先生は何をされてるんでしょうか。はい、はるちゃんがやってる部分で、まあ、さっき、パソコンとか苦手とかおっしゃってましたけど、うん、まあ、突発的なんかそういう時にですね、まあ連絡来るんですけども、まあ、そういう時の対応ですとか、はい、あとはやっぱり私もすごく中谷さんのやってることを共感してるところがあって広めたいなというところもあるので、うん、広報的な活動も結構してまして、はい、本のこう普及というか伝えたりとか、うん、国際ビジネス大学校の社会貢献活動養成講座の、まあ、案内であったりとか、うん、はい、結構話をするとですね、興味ある方多くてですね、うん、特にはお子さんがいらっしゃる方で一緒に受けたいとか息子にもこの話聞かせたいとか、家族で興味ある方多いんですよ、うん、はい、でまたそれがこう会話のきっかけになったりして、うん、将来について考えるきっかけになったとかっていう方多くてですね、まあ、すごくやっぱいいことなんだなっていうところをより実感をしているところがありまして、うん、はい、さらにそれまたこう普及したいなっていうところで今広報的な要素で動いているところが多いです、うん、なるほどね、はい、そう。でも実際に先生も本業があってね、本業の傍らこうサポートということで動いているということですね、うん、そうですね、はい、まあ、今後もね、インスタグラムなども、はい、ちょっと担当していただくということで、はい、はい、楽しみにしております。だってね、毎回毎回私は上げてるわけです、投稿ね、うん、でそこにメンションとか皆さんのお知らせしてるんだけど、なんか全然誰も反応してくれなくてねおかしいなと思ったら知らなかったっていうねあれっていう、あれってなってね、はい、ね、これからの活躍を期待しております。はい、そうですね、はい、ね、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。お願いします。あ、そうなんです、皆さん中谷先生じゃないですけど、ちゃんとインスタグラムのねアカウントありまして、はい、漏れなく金目鯛の写真が見えるかなっていうねそうですよ声がちっちゃはい、それも楽しみにしておきましょうはい、及川先生ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、それでは、今日は黄色い T シャツで、はい、黄色い T シャツの、はい、龍馬社長、よろしくお願いします。はい、僕はそうです、まあ、最初は無計画に、うん、ただ単に起業したいっていう思いを持って、うん、で中谷さんのところに行き、うん、だってその時は何歳の時？17ぐらい、ね、17、うん、そっか、だから高校2年生、1年2年生、1年生、うん、2年生の最初くらいですか、ね、うん、時に無計画のまま行って、うん、ものすごいスピードで物事が進んでいくんで、はい、実感もないままうん、うん、社会貢献のことを学びつつ、はい、で自分は社長になりたかったんで、うん、まあ、そういう中でまあどういうことが大事なのかって学んでいく中で、その社会貢献講座もの中でもあったように、その社会貢献とビジネスを両輪で回していくことの大切さっていうのは、その貴重な体験で若いうちから教えてもらったので、学ばせていただいたの で、うん、でそれを踏まえて今レッドリストっていうものを、まあ、まだスタートした、うん、スタートラインに立ったばっかりですけど、うん、そういう活動をし始めることになって、はい、っていう形ですね、うん、すごいですね。で実際にそのご自身でもね、まあキリンさんとかパンダとかね、サポートするということでやってるんだけれども、まあこのね、愉快な仲間たちの一員として、やっぱりこういうふうに参画しているということは、やっぱり何かこう活動に絡みがあるからということですね。そう、自分もたまにその事務所に行ったり、してる、するんですけどしてしまうんですけど、それが最初の頃その、まあ、自分も勉強しないといけないし、学ぶことも多いので、まあ、それこそデザインじゃないですけど、はい、まあ、チラシの作る練習だったり、最初はズームの立ち会い方も分かんなかったんですけど、そうか、それパソコンのことをまあ自分なりにはもうすごく成長したなと思ってて、うんうん、まあ、花田さんにいろいろまあ、ああだこうだ言われながら、まあそチラシ作ったりとかして、まあそこからあとまあ皆さんその社会貢献講座の中で、うん、それまあ自分より経験が豊富な方が多いので、まあその人たちと、うん、その方たちと喋っていく中で、うん、まあ、自分の中でもその国語力じゃないですけど、まあ、文章力ついたなっていうのは、本当に大学に入って、うん、そのレポートとかの課題が多いんです。そうだね、その中で結構感じますね。あ、自分結構
できるようになったなって、結構かけるなっていうふうに、あすごいじゃない感じます、結構すごいじゃないって、あの一般の方がね聞くと大学生なんだから当たり前じゃんと思うかもしれないんですけど、実はあのインターナショナルスクールにね、うん、行ってたから、うん、やっぱりその日本語はメインじゃないもん ね、 そうですね、英語がメインだからね、うん、って考えるとやっぱりあの一般の同じ学年の方とは、うん、ちょっと国語力がね、うん、っていうことだよね、うん、そうですね、あと、まあ、文章題とか の、 そのスピードっていうか、なんかもう文がスラスラ出るようになったなっていうふうな、うん、すごいね、気はします。 でも一番大きいのはそのこの先の時代を見せて、そのパソコンとかの、うん、作業ができるようになったってことは、まあ、花田さんとか中谷理事長にはまあ、うん、いろいろあの言われながらやりましたけど、はい、あのすごいいい経験だった。そうだよね、はい、もしよ、もしこれ2人がすごいできるだったら、はい、頼まれなかったかもしれないもんね。逆にそれだって怖いですよね今なんか本当だね、今もできないままじゃないですか。そうだよ、そう考えると結構ありがたい逆に逆に以前村教授がうちで事務局でやった時に、うんはいはいね、今沖縄行っちゃってね、はい、あの本当に私ができないので、うん、そのくせ言うんです私も、うん、で動画編集とか動画も作れるようになりましたからね。すごいね。で分からないともうね、うん、あのもう調べてね、調べてって言って、うんうん、そうだって花さんすごいですからね、うん、休みの日僕自転車乗ってて、うん、いきなり電話鳴って、うん、花さんと思ったちょっとズームの立ち会い方わかんないからって、うん、なんか一から教えてっていう風になんか始まって、うん、なんか自転車こいてんだけどなんて、で自転車止めて電話 しながらその、うん、ズームの立ち会い方を電話でやりましたよ。すごいですよ、一回一回写メ撮ってそんな顔面が出たってでどこ押してってまた写真撮ってこうなったみたいな、うんうん、はい、そうか、それぐらいできないんです私。いやでもね、やっぱりこう素晴らしいね、素直に やってって言われてやったことが今身についてるんだもんね。身についてます、結構 自信にはなりますよ ね、 ねなるよ、貴重な経験は本当にさせていただいてます。本当です。でも、ね、意外とやっぱりデザインっていうか、うん、本当に動画もそうですけど、はい、できるようになったらものすごいいいですよね、うん、いいですよ、本当そう思う、うん、でも結構この構成っていうかね、うんうん、構成がやっぱり、ね、頭にこう浮かんで、結構これ、ね、社会にとってもものすごい必要っていうか、うん、そうです ね、 ね、うん、だよかったね、本当センス良かったらめちゃくちゃ褒められますよ、うん、でもセンスいい時は本当花さんめっちゃ褒めてくれるんですよ。よかった、褒められたんじゃない、すごいじゃない。センスいい時はめっちゃ褒めるんですけど、本当、まあ、そうでもない時は、うん、結構病むぐらい、うんはい、厳しいです。そうですね、いやでもやっぱりね、そうじゃないとやっぱりなかなか伸びないしね、うん、そうですね、うん、やっぱり仕事ですからね、そうそうそう、元々は、まあ、うん、デザイン事務所とかに、うん、まあ、パブレットとかね、うん、もお願いしてたんですけど、まあ、ある程度自分のところでできた方がいい部分もあって、うんうん、まあ、そうですね、任せることは任せるんですけど、うん、基本的にはね、自分たちでできるものは、うん、やりましょうっていうことで、うん、やるようにそうですね、してますけどね。素晴らしい素晴らしい、うん、へえ、そうか、じゃあ中谷理事長は何をしてるのかななんて私はね、一番知りたい、まあ、まあ、まずはね、さっき言ったようにまあ、ランドセルに関しては自分が届けに行くってことはちょっと、はい、しっかりねやってます。であと、まあ学校に関しては、まあ、私、まあ、いろんな先生方とね、うん、打ち合わせもちろんするんですけど、細かいところはね、まあ、事務局長とか他の方にやっていただくんですけど、うん、まあ、大枠の方は、まあ、こういう、ね、学科があったらいいなということで、まあ、この先生だったら、うん、任せれるかなっていう方をリクルートしてます、うん、そうですね、本当に中谷理事長はいろんなところにいらっしゃいますからね、うん、でいろんな方とお名刺交換して、でインスタグラムも投稿ゼロでもどん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 フォロワーが増えているんですよ見るとですね、増えてるんですよ、うん、あれって思うんですけども、ね、でもやっぱりそれは、うん、活動の賜物ですよね、うん、そう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 、うん、本当ね、まあ、そこら辺もちょっとね、SNS の対策もね、これからね、はい、皆さんに、まあ、ちょっと告知はしていただきたいんですけど、うんうん、まあ、この社会貢献活動家に関してはまあ、もちろん自分がやるような形ですけど、はい、
あとの講義はね、もちろん先生方がいらっしゃるので、うん、まあ、そこの先生方がやりやすいような環境にはしていきたいなっていうのがありますし、うん、あとはまああの、まあ、ね、森川さんと同じで、まあ、どっちかというと少しずつね、うん、あんまり告知しなかったので、最近こうやってね、こちらのラジオも含めて、はい、少しずつ、まあ、こういう学校ですよっていうことを広めるようにしてまして、うん、もともとはね、本当にその学校に行かない不登校の子どもたちがメインでいたので、そういう子たちが、はい、まあ、学校に行けるようになったりとか、うん、自分でやりたいことがね、うん、見つかったりとかしてたらいいっていうことで学校をねスタートしてますんで、うんうん、今はまあ楽しくね、皆さん講義も受けてくれる方も多くなってきて、はい、ねー、そうです。そこからまあプロとしてね、うん、まあ、開業したりとか、うん、自分の能力がね、はい、開花できたら一番いいですね。そうですね、うん、まあ、本当に今一番の、ね、若手で、うん、龍馬社長がねそれを筆頭に走ってますからね、成功して、うん、ね、若い方もそうですけど、ある程度ね、年をね、うん、重ねた方でも、はい、やっぱり何か起業しようっていうことでね、そうですよ、ね、はい、勉強されてる方も多いですよね。多いです、多いです、うん、もう年齢関係なく人生ねずっとやっぱりね、うんうん、やりたいことを探求して、ね、自分がやりたいところをやってもらいたい、そこをね、うん、一つのきっかけ作りにしてもらったらいいので、うん、だからいろんな学科があったりとかして、まあ、今からあとねちょっと話すると思いますけど、はい、いろんな先生方すごくね個性的な先生方、うん、そうですね、まあ理事長も個性的ですからね、はい、でやっぱりその理事長がどんな風に考えて物事をね、はい、どんな風にしているのかっていうところをやっぱり学びたいなって思われる方もやっぱり多く、はいはい、でそれで国際ビジネス大学校にノックノックってきてね、はい、入られる方も多いですもんね。そうですね、まあ、今本当全国のね、うん、たくさんの方々がね、もう北海道から沖縄からね、いろんな方々がね受けていただいてますけど、うん、まあ、自分がやってらっしゃるね仕事、まあ、それをまあどう生かすかっていうことも一つですけど、うん、まあ、この中の例えば一部の売上利益を、うん、まあ、自分が本当にやりたかった社会貢献活動とか、まあ、ボランティア活動にちょっとね目標を持ってやっていくと、ものすごくいい具合にこの両輪で回るっていう仕組み作りをしてもらえたら嬉しいなっていうことで、この社会貢献活動家っていう、はい、名前を、ね、そうですね、やってます。でこれも今9月生、はい、ね、うん、もう募集してましてね、はい、なんですよ。なのでやっぱりここも皆さんぜひね、はい、スタートしていただきたいなと思います、はい、またズームでもね、はい、やってます、やってます。で今も毎週土曜日日曜日、毎週じゃなかった、はい、月に1回ね、はい、土曜日日曜日やってます。で振り返りもできますし、ズームでもね、うん、それから録画で見ることもできますね、はい、そうなんですよ、うん、はい、なのでなかなかねこの中谷理事長と会ってこう話をするというか、画面越しでもそれがなかなかできないから、はい、やっぱりこうねそれ参加するとすごくラッキーですよね、はい、そうです ね、 うん、ね、面白いですよ、ね、いや私もワクワクするし、はい、まあ、やってる方自体も皆さんね、うん、本当にもうね、1期生も卒業して2期生も卒業されて、で今ね、うん、3期生4期生って形でなんか嬉しいですね、この新しい、まあ、他のね講義もすごい魅力的なものがたくさんあるので、うん、はい、まあ、自分が本当にやりたいものをね見つけてもらえたら嬉しいなと思います、うん、あといいなと思ったのが、ほらさっきもね龍馬社長が言いましたけど、本当いろんな年代関係なくいろんな方がいて、はい、なんかこう同期というね、はい、絆ができる、はい、うん、でだからその生徒さん同士でも何か新しいものが生み出せるかもしれないし、一緒にね社会貢献ができるかもしれないという、その可能性がね、大きいなと思って、大きいですよ、本当、うんうん、ね、そうなんですよ。でその時にはこのビル・ゲイツの幸せになる質問、このね、先生理事長が書かれた本がありまして、はい、これをね題材にね、はい、お勉強させていただいてますけれども、ね、ここにもなんか新しい本が、そうですね、まあ、ビル・ゲイツさんとの出会いもあったりとかして、うんうん、まあ、ビル・ゲイツさんの最新版っていうか、あんまりビル・ゲイツさんって自分では書いてないんですけど、今回は自分自身で書かれた、はい、れね、本が出たので、ちょうど、はい、ちょうど出たばっかりで翻訳されて、うん、出ましたので、ちょっと、まあ
まあ、今ねこの財団マイクロソフトの仕事よりもこの財団の方の仕事として、はい、僕はアメリカのですね、あの学校、まあ、日本の学校もそうですけど先生って大体授業で一人じゃないですか、はい、そうですね、だけどビルゲイツ財団っていうのは、まあ、今二人体制で後ろにも先生いてもらって、はい、分からない時には両方でサポートしようという仕組みだってちょっとこうね、はい、アパンとか書いたりとか後ろ向いてる時もあるじゃないですか、まあ、その時に、まあ、サポートできるように、2人体制で最低でやっていこうっていうところの予算を出したりとか、まあ、そういうふうに、まあまあ、教育、はい、やっぱりまあ大きく言ったらこの、まあ、地球環境を整えていこうっていうことが目標だと思うんですね、なるほど。だってここに SDGs では間に合わないって。そうなんです、そうなんですよ。さすがいいところを使いましたね。2030年までには、はい、あの SDGs の目標はあるんですけど、今のこのペースだと正直言って間に合わないどころか環境破壊があまりにも早く進みすぎちゃって、まあ生きにくい世の中になる可能性があるっていうことも含めて、はい、まあ、そういうことも含めてですね、学校でも、まあ、テーマを作って、まあ、どういうふうにね、やっていければ、まあ、少しでも日本とか世界が良くなるのかなっていうことも話をしていきたいなと思ってますね。そうですね、なんかそういったお話をね普通にね一般の、仲良しのお友達としましょうって言ったって、なかなかできるわけじゃないのでね、やっぱりそういったお話もね、はい、深くというかお互いのこう意見を出し合え出し合ってね、そういう場はいいですね。そう、昔から私ねものすごくこの、まあ、地球ってすごい、はい、まあ、奇跡的にできた、ね、星だと思ってて、まあ、46億年前からねこう、はい、地球ができてきて、まあ、本当にこの海があってね、ここから生物がね誕生してきて、まあ、私たちもそういう成り立ちがあって人間もこうやっているわけですけど、まあ、そういう面白いね、地球を、まあ、まず大事にしていかないと。そうですね、まあ、この話じゃなくて私個人的に思ってるのは、はい、まあ、今のね南極北極のちょっと氷山、はい、氷も溶けて今、ね、来てるわけなんですよね、そうすると、まあ、かなりねかなりのところが水がね、上がってきて住めなくなる可能性があって、本当全部溶けてしまったらどうなると思います？もう私たちはもう生きていけないですよ。もう海だらけ。いや本当そうなんですよ ね。だからまあ映画の話じゃないですけど、昔ね文明が海の中に沈んでたってあるじゃないですか。ありますね。ありますあります。まあそういうことにならないようにもしていかないといけないなっていう話もちょっと含めてですね。まあ考えて、まあ今いろんな大学でもいろんなねそういうデータがたくさん出てるので。そういうのも含めてですね、私ができることをね、一個ずつ考えていく時代じゃないかなと思いますね。そうですね、奥深いですね。奥深いですね、本当に、ね、そうそう本当だって一つ一つ小さいことから始めてコツコツ続ければね大きくなるかもしれない、はい、ただその2030年に間に合わないよっていうことであれば、ちょっと急がねばなりません。急がねばなりませんね、本当に、今の私たちに何ができるのかっていうところですね、はい、まあ、そういうことも学校でいろいろと学んでいきたいなと思ってますね、はい、楽しみです、はい、ぜひリスナーの皆様もなんか興味あるなという方はぜひ国際ビジネス大学校に、ね、一報いただけると、はい、はい、花ちゃん出ますよ電話ね、はい、出てます、はい、連絡をいただければと思います、はい、はい、それではですねここで1曲タイガーマスクを入れたいと思います。それでは2曲目タイガーマスク。
はい、今宵のセカンドナンバーは、仲良し先生によるタイガーマスクをお届けいたしました。はい、この歌もね昔の歌ですけれども、はい、こうカバーさせていただいてもうずっとみんなにね、はいはい、喜ばれている歌になっております。はい、それではですねあとね10分になりましたので、今日はスピリチュアル学科そして家計学、はい、美容生態学科ということで、それぞれねご案内をさせていただきたいと思います。まず最初に、前回もねご登場いただきましたけれど、うん、はい、前途先生のスピリチュアル学科、こちらはい出ますかね。お、はい、スピリチュアル学科の合宿が決ま、日にちが決まりました。パチパチパチ。はい、ここにはまだ書いてないんですが本当決まりたて11月13、14、はい、1泊2日になっております。こちらみんなでね和歌山に行きまして、はいはい、前途先生 の、 地元ですから、はいはい、そちらでね、ぜひこの自然を味わい、うん、そして、前途先生と一緒にね、カウンセリング的なこともしていただけるということで盛りだくさん。はい、そうです、はい、これもお申し込みスタートですか。あ、もうスタートしてます。はい、はい、かしこまりました。限定数ね、なかなかちょっと少人数ですのでね。そうなんです、10名限定で、そうなの、はい、そうなの。やっぱりね、多いと先生もちょっと手厚くこうカウンセリングもできないしということでね。そうなんですね、はい、なのでとってもね、内容は充実した1泊2日になるかと思いますので、はいはい、ぜひ皆さん、はい、お申し込みください。はい、続きまして家計学です。はい、家計学もねこれ奥深かったですね。あ、そうそう、花ちゃんねお勉強してますからね。はい、はい、そうなんですよ。家計学はやっぱりこう中谷理事長も、私もねもうすごくこれ最初はね、うん、普通の家計簿の家計かなっていうふうにちょっとね皆さんよく間違えられるんですけど、はい、こちらの家計って家のねお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんの家計図でありますけど、うんうん、そこから紐解いてまた奥深くて、うん、大変ね勉強になります。そうですね、もう花ちゃんね、はい、もういろんな人見つけたらね色化計画のね、うん、カウンセリングしてますからね。あ、えらい、ちゃんとね、はい、練習してるんですね。練習してます。はい、受講生のコメントということでも出ておりますし、またね卒業すると、はい、こう免状というかねいただけるんですよね。そうですね、はい、うん、資格制度を持ってるので、はい、はい、こんな形でね、そうなんです、はい、はい、1級と2級のちょっと見づらいかもしれないんですけど、うん、1級2級の先生方が、うん、ね、いらっしゃって、ね、鑑定士として、うん、そうですね、はい、ちょっとねお名前をね出さないようにということで、うん、そうですね、はい、マークになってますから、はい、あそこは皆さんのお名前が入る、はい、ということになっております。はい、ね、とても本当奥深いよね。はい、もうすごいですよ家計学。面白い、なんかマイクと遊んでる人がいるんですけどどうしたんですか。すいませんね、まだ10代なんでね、まだ集中がね、集中がね、はい、はい、ということで、家計学も、ただいま募集してますね。はい、してます。はい、はい、それでは、美容生態学科の、はい、木下先生ね、はい、先生前回もいらっしゃってくださいましたよ。はい、こちらも、はい、はい、美容生態学科ということで、美容生態はどんなものかなっていうものをね、1日のコースを受けて見てもらってから、じゃあ実際に、何ヶ月かコースと選んでいただけるような形で用意をしてくださっているので、はい、やっぱりこうやってみないと分かんないですよね。そうですね、そうですよね、うん、指に力が入らないとかね、うん、結構まあいろいろでもやっぱりあれも慣れみたいなんでね。そうですね、うん、指がダメな場合はこう肘を使ったりとか、うん、やり方は、ね、いろいろあるので、ね、はい、アドバイスもいただけます、はい、いいですね、はい、はい、やっぱりね体を整えるのもとても大事ですので、ぜひともね、はい、自分でもできるようになるとまた開業もできますしね。そうですね、はい、はい、なのでちょっとそのあたりも、はい、これはいいですよ、ねえ、ね、もう喜びますよね。そうね、うん、だって家族にできたらこんなにいいことないよねっていうふうに言って学ばれる方も多いんですよ。多いですよね、うん、なのでね、それがまた趣味と実益じゃないですけどね、はい、それが叶えられたらナイスです ね、 ね、はい、それではですね ICI 会員募集ということで、はい、はい、こちらです、はい、
はい、国際コンサルティング協会について、理事長お願いできますでしょうか。はい、もうね、長くこれやらせて、もともとは本当に私が高校生時代からいろいろね、いろんな学校に、うん、スポーツを教えに行ってた、うん、まあ、歴史があって、はい、まあ、そこから来てるんですけど、うん、まあ、この協会の方は、まあ基本的には子どもの健全育成っていうのが一番大きな目標で、はい、国際交流、うんうん、国際協力も含めて地域社会、まあ、そういったところの芸術文化スポーツの振興を一番メインにしてきてるんですね、協会としたら、はい、で、まあ、歴史はこれ、まあ、あって、うん、でこの中には2つ今の、社会貢献活動をする、うん、ランドセルの活動と、はい、まあ、もう一個が先ほどちょっと話してきたずっと学校の方の講義があって、うん、まあ、この2つの両輪で協会の方がやっているんですけど、はい、まあ、定期的にチャリティーフォーラムっていうフォーラムにいろんな先生方の講義があったりだとか、そういうのもこの協会の会員になっていただくと、まあ、割引価格で、通常だったらね大変、はい、セミナー代が高いものを本当に安く受けることができたりとかする特典がたくさんついた、はい、一応協会のこの会員で、うん、まあ、そんな高くないので、もし興味ある方はですね、うん、入会していただいて、そうですね、勉強していただければ嬉しいかなと思っております、はい、入会金5000円、そして年会費1万円、はい、まあ、一口ですから、まあ、何口でもいいんでしょうけれども、ね、そうですね、はい、でもね、はい、すごくこう敷居が低く、ね、取られてますし、そうです、そうです、また、ね、まあ、フォーラムに参加もできるということと、はい、あとは、理事長に、ね、ちょっとご相談できちゃったりとかね、はい、そうですね、はい、やっぱりいろいろね生活してるといろんな、いろんな、ね、トラブルもあったりとか、そういうちょっと一人では悩みは解決できないことを、まあ、私なりいろんな専門家の方々がたくさん、うちの理事とか、はい、先生方もいらっしゃるので、うん、まあ、ちゃんと、ね、そこら辺は秘密保持をして、うん、相談できるようにご紹介もさせていただいてます。うん、はい、ね、そういった意味ではこの国際ビジネス大学校からの入り口もありますけれども、はい、学生さんとしてね、はい、でも、この会員さんに、ね、ね、なれるとまたちょっと違いますね、はい、うん、でこれも全部ですね、内閣府の方の、はい、この特定非営利活動法人なので、毎年ちゃんとですね、うん、報告っていうことが義務付けられてまして、はい、でこの、まあ、この費用の使い道も全て今の事業にしか使えませんので、うん、安心してね、はい、どこで流れてるんじゃないかなっていうことはないので、安心して会員になっていただければと思っております。はい、わかりました、はい、ね、なんか今日はまた特に、いろんな皆さんのことも、ちょっとね知ることもできましたし、はい、また、この協会の方のね、内容も知ることができて、はい、なんかちょっと充実した時間でしたね、そうですね、なかなか良かったですよ、そうですね、はい、大変です、もうあと45秒、はい、すごいです早い、はい、あっという間ですよ、ね、はい、次回はですね9月の15日、はいはい、2週間後になりますので、はい、ぜひ皆様また楽しみにお待ちいただきまして、私たち次回は、ね、また違ったゲストをお迎えしながら、はい、そうですね、はい、お届けできますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、今日も皆さんありがとうございました。ありがとうございました、はい、それではリスナーの皆さんに向かってね、はい、こっちですよ、はいはい、それじゃあね、ありがとうございます、はい、9月の15日にお会いしましょう。バイバイ。今度対ジェット先生。